赤崎定観卿は2年8月29日は、江戸時代の薩摩藩の武士、漢学者。忌名は定観。通称は源助。字は、彦礼。号は開門。少年は、寛宝2年、没年は、文化2年ともされる。なお、忌名は、定観と、音読みで読まれる。薩摩国谷井山郡、谷山郷の南麓出身。谷山郷士であったが、山本伝蔵と同じく、山田喜右衛門悠々に師事する。後肥後国で、藪子さんに師事して帰還すると、鹿児島城下氏となる。西田の片馬場に居住していた。山本伝蔵の後に、蔵史館教授御用人格となるが、江戸で64歳で死去したため、再び山本が蔵史館教授となる。菩提寺は泉谷山大円寺。法号は、総岩院開門正月古寺。なお、薩明香古町では、今日は2年8月29日死亡としている。教授の他に、助教、島津仁仙の持読、記録奉行、物頭、江戸幕府の神田聖堂二日公爵を務め、上府となる。著書に、龍脚短記などがある。また、柴山用豊より和歌を学ぶという、大正13年、呪語彙を追贈された。ありがとうございます。